皆さんこんにちは、バスチャンネルです。今日は車のナンバープレートについて解説をしていきます。ナンバープレートというとだいたい4桁の数字を見る方が多いと思うんですけど、実はこの4桁の数字以外のところがかなり面白くて、それを見るだけでだいたいどんな車かが分かってくるような、そんな記号だったり数字だったりしているので、結構これも見ていくと面白くなると思います。ぜひ街中で見かけた車、この知識を持っていろいろと見てみてください。例外もあるので必ずしもこれが正しいとも限らないというか、地域によっても若干誤差があったりということもありますので、そのあたりはコメントとかそういったところでも得をしていきますし、もしこういうの知ってるよとかっていうのがあったらぜひコメントお願いいたします。ナンバープレートを大きく分けると地名、数字、ひらがな、そして4桁の数字、この4つに分かれています。で、一番簡単なところからいくと地名ですね。これは車のナンバーを取っている場所、車庫を管理しているところの市区町村の運輸支局の名前になります。最近だとナンバープレートの数自体も枯渇してきたので、その地名以外の地名を使っているところもあります。例えば東京なんかだと練馬から杉並が出てきたりとか、品川から世田谷が出てきたりとか、ご当地ナンバーと呼ばれるナンバーが出てきています。ただもともと運輸支局があったところで発行するので、杉並ナンバーは練馬支所で発行しますし、世田谷ナンバーは品川でやります。石川県とかだったら石川ナンバーと金沢ナンバーがあるんですけど、運輸支局は1箇所なので、その1箇所で石川ナンバーと金沢ナンバーの車がそれぞれ集まってきて、どこの行政区に車があるかでナンバーの地名が変わってきます。この辺はそんなに難しいところじゃないんですよね。どこで走ってる車かなっていうのが分かるってだけですね。で、次の数字ですね、2桁または3桁、場合によっては1桁もあるんですけど、これがですね車の用途を表しています。で、この辺は年代によって、だいたい20年前ぐらいですかね、最近は見かけなくなりましたが、2桁ナンバーというものもありました。で、今の車は全て3桁になっているので、例えば横浜302とか函館500とか、そういう感じで3桁の数字が割り振られています。で、この2桁ないしは3桁の1文字目、これが車の用途を表しています。1、4、6が貨物車、3、5、7が乗用車、2が乗り合い車、8が特殊用途自動車、9、0が大型特殊車にそれぞれ区分されています。で、1、4、6、3、5、7がそれぞれ貨物車と乗用車というふうに言いましたが、それぞれまた区分がありまして、サイズが大きいか小さいか、道路運送車両法でいう普通車と小型車のくくりになるんですけど、排気量が 2000cc を超えているか、あるいは全長が 4.7m、 全幅幅が 1.7m、 全高高さが 2m、 これを超えると普通車、超えないと小型車という扱いになります。貨物車の場合は普通車が1、小型車が4、6、乗用車の場合は普通車が3、小型車が5、7を使っています。で、今度4、6と5、7の違いは何かというところになってきますが、これは結構昔に遡りまして、ミゼットとか三輪のトラック乗用車があったような時代の話なんですよね。三輪車は6ナンバーもしくは7ナンバーを使ってました。で、四輪車が4ナンバーと5ナンバーを使ってたんですよね。ただ今は三輪車も作っていないので、小型車も4ナンバーの次に6ナンバー、5ナンバーの次に7ナンバーを使うようになっています。これは単純にナンバーが枯渇してきて、4ナンバー5ナンバーが発行できる枚数がもう限界になっている自治体は、7ナンバーを使われたりします。6ナンバーは多分まだないんじゃないですかね、そこまで言ってないと思います。で、2ナンバー乗り合い車、これはバスですね。分かりやすいと思います。定員が11人以上の車については2ナンバーです。なんでナンバー見るだけで、例えばハイエース
ハイエースもいろんな大きさ、いろんな用途がありますが、2ナンバーになっていたら間違いなく定員が11人以上というのがわかるので、ハイエースコミューターだなということが判別できます。続いて8ナンバー特殊用途自動車。これ特殊車っていうと大型特殊とかと一緒にされがちなんですけれども、特殊用途自動車の種というのは種という字を書きます。なので特種車というふうに呼ばれることもありますね。でこの特殊用途自動車というのはすごいいろんな種類があって、多分身近なところでいうとキャンピング車とか救急車とかパトカー、警察車とかそういった車があります。何十種類もあるんで、入浴車とか広告宣伝車とかボートトレーラーとか防衛商車とかすごいいろんな種類があるんですけど、そういったちょっと特別な用途に使う車は特殊用途自動車8ナンバーというふうになります。トラックとかだと冷凍機を積んだ冷凍車は特殊用途自動車8ナンバーの車になります。でまた面白いのが、特殊用途自動車に見えるバウン車、馬運ぶ車、あれも結構変わった形してるんですけど、実はあれは普通貨物車1ナンバーなんですよね。で同じような感じの特殊車、献血車とか健康診断車とか、ああいう車は8ナンバーで、医療貿易車とかそういった名前で登録されるというところがまた面白いんですよね。で続いて9ナンバーと0ナンバー、これは大型特殊自動車です。いわゆる大特と呼ばれる車ですね。普通免許では運転できない車です。で9ナンバーというのはクレーン車であったりとかフォークリフトとかそういった車です。で0ナンバーは大型特殊の車の中でも建設系に使われる機械、例えばユンボとかそういった車ですよね。正式名称はバックホーと言いますが、そういった車では0ナンバーが使われています。この一文字目だけでどういう車の種別なのかというのが分かります。2文字目、これがですね、4ナンバー、5ナンバー、6ナンバー、7ナンバーの場合は8もしくは9になっていたら軽自動車と分かります。水戸480とか仙台583とか、そういう車は軽自動車というふうに分かります。これも希望ナンバーとかだと799とかそういうナンバーになっていたりします。あとは希望ナンバーというものがありまして、これはお金払って下4桁一番大きなところの4桁の数字を自分の好きな数字にしたいという場合に希望ナンバーという制度を利用します。これは人気のある数字というのがありまして、自治体によるんですけど、どこでも人気なのが1122とか2525とか1188とか、あとは釣り好きの人は1091とか、サーフィンが好きな人だと73とか1173とか、そういう番号、あとは誕生日とかですかね、誕生日とか名前の語呂とか、そういう数字が結構出ていくんですけど、そういう希望ナンバーにしていくと今度は、上3桁地名の後の3桁がまた変わってきます。これも数字がどんどん回っていくので、この数字ですとは言えないんですけど、2桁目が3になっていたら基本は希望ナンバーと思っていいと思います。なので例えば旭川530とか福島430とか、これだと希望ナンバーで、30で足りなくなったら313233と増えてきますし、39まで行くと今度404142というふうになっていくので、例えば新潟435とか長野550とか、そういう感じで増えていきます。これも自治体によって進みの速さはバラバラなので、確実にこれというふうには言えないですね。で軽自動車になっていくと4567ナンバーの話ですね。軽自動車になると今度は2桁目が8もしくは9というふうに決められてしまっているので、今度は3桁目の数字が3になっていると、3以上になっていると希望ナンバーと分かります。なので白川483とか宇都宮593とか、83以降の数字を使っていたら軽自動車の希望ナンバーということが分かりますね。当然他の
2ナンバーとか1ナンバーは軽自動車がないので83とか80とかっていうのは特に、関係なく単純に送り出しをしていきます。まあ、あの8まで行くことは1ナンバー2ナンバーでは全然ないんですけど、あとはこれもまた細かい話にはなってくるんですけど、時効ナンバーって言って字が LED で光るナンバープレートがあるんですけど、時効ナンバーになると数字が変わるところもあります。続いてはひらがな、これがまた難しくて軽自動車とそれ以外の車で分かれてきます。簡単な方、軽自動車からいきますね。自家用と事業用、営業車の2つに大きく分かれます。事業用車はリナンバーかレナンバーですね。このどっちかが営業車というふうになっています。でそれ以外が自家用になっていて、その自家用の中でも特にワナンバーはレンタカーとして登録されています。でまあ見分けとしては、あの黄色いプレートに黒い文字だったら自家用車、黒いプレートに黄色い文字だったら事業用車というふうにも分かります。でレンタカーは、事業用に見えるんですけど、あれは実は運送事業の車ではないので自家用という区分になります。と一般的に使う用語とまたずれていたりするので難しいんですけど、あくまでレンタカーは自家用車というふうになってます。で一方軽自動車以外の車、これがですね、事業用車ではあいうえおかきくけこ、これが事業用車、営業車ですね。で自家用車はそれ以外なんですが、今度はワナンバーとレナンバー、軽自動車は事業ナンバーになっていたレナンバーとワナンバーが軽自動車以外のレンタカーとして登録されています。ただ基本的にはワナンバーばっかりですね。レナンバーがあるのは一部の島だったりとか、あとはナンバーの循環が早い北海道とか沖縄とか行楽地ですね。あとは長野とかでもレナンバーが確認されています。同じナンバープレートは二度と発行されないので、行楽シーズンだけ車を買って行楽シーズンが終わったら車を手放すレンタカー屋さんが多いような地域だと、このワナンバーが枯渇してレナンバーになっていくというのがよくあります。はい、ここまでが簡単な説明なんですが、より深い話は次の動画でまたしていきますので、ぜひそちらも見てみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。